はい、どうも皆さん、トライアングルです。前回ですね、ネコムート、にゃんこ大戦争モッドのネコムートを紹介させていただいたんですけど、今回は、デブを、紹介させていただきたいと思います。紹介プラスネコムートとかとも戦わせていきたいなと。そして、次回からサバイバルモードやっていきますので、よろしくお願いします。ということで、早速じゃあデブを、召喚じゃないですけど、こちらですね、デブスポーンエッグ、そして、猫じゃなくてネコムート、はい、ネコムートもいるんですけど、まずじゃあちょっとデブを出させていただきます。デブはね、実は多分前回のサバイバルの動画でもモデリングというかね、パンダンさんが作ってくださったんですけど、そのモデリングがこちらです。前チラッとお見せしたと思うんですけど、はい、デブくん、これすごいよね、マジで。うわ、実際に見るとやばー。いや、モデリングで見てたけどさ、動いてるの見ると、うわ、すげえ、マジですげえ、これ本当に本当にすげえだ、これ本当にすげえな、これほら、本の感じとかもさ、完璧ぞ。で、このデブ、デブが体力が999、そして、防御が25ということで、体力、前回ネコムートの時にも言ったんですけど、ネコムートは攻撃力が高い代わりに体力が700、そしてデブーは、ネコムートよりかは攻撃力は劣るんですけど、体力が999という仕様になっておりますと。でサイクロンとデブーどっちが強いのかっていうのもちょっと見たいですね。はい、でもちろんデブーとか、ネコムートも今後サバイバルとしてボスとして登場したり、ネコムートの場合は仲間にできるから仲間として登場したりしますので、ぜひちょっと見ていただければなと思います。これとかもすごい、この本とかも完全再現だからね。じゃあまずどうしようね。まずじゃあいつもの通りガオー行くか。ガオーで戦うかな。はい、戦わないと。ん、なんかゆっくり歩いてはいるけど、スピードはなんかすごいゆっくりな気がするね。猫缶を使ってない、ガオー VS デブ、スタートだ。ん、強くない？あ、強い、あ、強い、いや強いけど、でもガオーはこっからなんだよね。その猫缶で本当に化けるというか、なんか強さが本当に2倍ぐらい、3倍ぐらいになるのかな。だから、ちょっとまだわからないですね。とりあえずこれで仲間にして猫缶レベル10レベルです。10レベルにしてデブいきます。では、はい、デブ、そしてさあ戦いなさい。さあどうだ。これでデブがガオーに勝ったら、ネコムートよりもしかしたら強い可能性はある。いやー、でもやっぱり、あ、いやー、もう一気にさ、防御力が2倍ぐらいになってるんじゃないか。あー、これどうだろう。ちょっとデブーとネコムート、もうこの後戦わせよう。うん、いいしょ。待って、でも意外と、どうだ。いいしょ、いい勝負してる、いい勝負してるぞ。あ、どうだ、どう、わかんない、わかんない。待って、じゃあごめんなさい、ごめんなさいね、何度も。レッドサイクロン、いや、ホワイトサイクロンの方が強いか。ホワイトサイクロンとデブでやってみよう、まず。ってことはホワイトサイクロンに勝てるってことだよね、これ。ホワイトサイクロンより強い、体力999同士です。さあ、上に表記がある者同士、おお、ちゃんとこれ上に見えるね、表記が。あー、これ、いや、でもどうだろう、意外といい勝負してるか、これ。そうだね、若干体力、あー、でもやっぱりデブの方が少しちょっと強いっていう感じかな、防御力とか。いや、でもパンダンさん、これ本当に能力調整完璧だな、すごいないや、ちょっといろいろ事情があってね、能力調整がやっぱり難しいんですよ。そのね、そのモッドの制作のね、そのデータというか、そういうちょっと諸事情の問題で。でもそれでもうまく調整してくださる、すごいわ。ということで、これはでも圧倒的な力っていうわけではないけど、デブ VS サイクロンはデブのが強いということになりましたね。はい、ということで、じゃあ次、お待たせいたしました、ネコムート VS、こちらネコムート見てない方はぜひね、前回のネコムートの動画見ていただきたいんですけど、このネコムートが登場しましたので、ネコムート VS デブでござる。さあ、戦うの、戦うんだ。あ、そっか、同じモッド同士だから戦うんだ。じゃあ行きなさい。さあ戦うのです。あ、いい勝負なんじゃ。すごいすごい、すり寄ってる。
ネコムートがすごいすり寄ってる、スリスリしてる、毛づくろいしてる。そしてそしてこれは大丈夫そうだね。これはハマってないね。ハマってないですね。さあ、ネコムートが残り体力半分、デブも半分、いい勝負してるかも。どうだ、どうなんだ、いい勝負してる。ちょ、すごいスリスリすり寄ってるんだが、体力が残り、ネコムートがちょっと見せてくれ。ネコムートがちょっとうまく見えます。あ、150か。これは、あ、どうだ、いや、でもわかんない。あー、これはまあ、ネコムートの敗北か。そうですね。デブ、いいともみたいになっちゃった。そうですね。デブが173ということで、まあ、デブの方が強いけど、どうなん、ネコムートがやっぱりレッドサイクロンぐらいの強さなのかもしれない。だから逆に言うとさ、ネコムートってさ、まあ、ネコ缶10個っていうか、ネコ缶はまだね、モッドが別なので、そのネコムートはネコ缶与えることはできないんだけど、簡単に言うとネコ缶を1個も与えてないのにレッドサイクロン並みの強さのネコが一緒についてきてくれるってことですよ。単純に言うと、簡単に言うと、これはぜひちょっと次回のサバイバルで何が何でも、プラチナチケット10枚で、多分プラチナチケット10枚でガチャ引くっていうシステムにはすると思うんですけど、それで絶対ちょっとネコムート当てたいですね。当てたらもう大歓喜よ。大泣きするわよ、私。泣く準備できてるからね。覚悟しなさい。はい。ということで、今度、デブー、ネコムデブーするか、今日は。デブーと、海学行ってみる、上限。やっぱり、鬼滅の刃とも戦わせたいじゃないですか。なので、デブー VS、海学さん。さあ、どうなるこれ。あー、戦わない。じゃあ、無理やり戦わせるか。さあ、行ってらっしゃい。さあ、どうだ、どうなる。いや、待て。お待ちなさい。お待ちなさい。お待ちなさい。こんなに強いの？これはちょっとさ、こんなの見せられたらさ、にゃんこ軍団 VS 鬼滅の刃リベンジ編、ちょっと次回やりましょうよ。これもうちょっと見せようかなと思ったけど、じゃなくてこれ鬼滅の刃と鬼殺隊、そして上弦の鬼全員 VS、 要は鬼滅の刃全員 VS にゃんこ大戦争全員で大戦争しましょうよ。これやりましょう。今の見て思ったわ。今までね、これをやりたかったんだけど、やっぱりレッドサイクロンとか、やっぱりホワイトサイクロン強いんだけど、やっぱりどうしても限界がある。だから絶対、まあ、勝てないかなと思ってたから、そのやらなかったんだけど、これは大戦争していいでしょ。にゃんこ側はホワイトサイクロン、レッドサイクロン、デブー、ネコムーと、コスモとか、あとニャンマですね。ニャンマ、ガオーとか、まあ、強いキャラクターがいるわけですよ。まあガメレオンとかね、そこら辺もいるんで、カムイとかいるんで、そして鬼滅の刃側は、鬼殺隊全員に、上弦の鬼全員、無惨様とかはちょっとさすがにやりすぎかな。いやでも意外と今のだって海学って言ってもさ、いくらなんでも、でも海学って言っても柱ぐらいの力があるわけじゃないですか。だからデブーが今ほとんどダメージ受けてなかったから、そう考えると、なんかデブー一人で鬼殺隊半壊しそうな勢いだけどね。まあ、ちょっとそれもぜひやりたいと思います。なんだこれ、やば。え、じゃあちょっとさ、呪術廻戦のキャラクターはないいないですね。あ、じゃあダークネスヨリチおなじみのダークネスヨリチさんです。さあお願いします。タイロ、あ、攻撃まずしない。攻撃しに行かない、行ってるのか、どうなんだ、行って、あー、呼吸だから一応攻撃判定なってないのかな。攻撃しないね、デブ。でも結構耐えるぞこれ。ネコムートも、あー、ダメだね、攻撃しないですねこれ。うん、そうかそうか、まあじゃあ仕方ないですな。まあ、はい、ということで、今回はデブ VS ネコムート、やってみたんですけど、まあ結果的には、デブの勝利ですね。はい。で、今後というか、次回というか、次かな、一応サバイバルやっていく予定なので、にゃんこ大戦争の。ぜひ今後見ていただきたいんですけど、どっちかな、どっちが先か分かんないけど、にゃんこ大戦争全員 VS 鬼滅の刃全員を、ちょっとこれは気になる。やらないといけないと思いますので、
そちらをちょっとぜひ次回ですね、やりたいと思いますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。今回の、モッドを作ってくださったパンダさんですね、デブート、ネコムート、作ってくださったパンダさんの、そのチャンネルはぜひ概要欄にありますので、ぜひ見てみてください。進撃の巨人モッドや、新作の鬼滅の刃モッドですね。今新作の鬼滅の刃モッドはおそらく今制作途中というか、まあ、今後どんどんアップデートされていくと思いますので、で新作がアップデートされたら多分モッドのね紹介動画がパンダンさんの動画の方で上がると思いますので、あのぜひちょっと見たい方はね、チャンネル登録していただけたらなと思います。はい、そして僕の方もねぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。